目録システム書士作成研修受講者向けセルフラーニング教材のご紹介ということで、今年度のリニューアル部分のうち、まず受講者向けのセルフラーニング教材をご紹介します。本研修は、当初は NII 主催の他の研修同様、まず参加申し込みをしていただき、参加が決定した方には、研修当日に取り組む課題をあらかじめお送りして予習をしていただいた上で、集合研修にご参加いただいていました。しかし、徐々に問題が出てきたため、昨年度、2019年度から教育研修事業のウェブサイトで、本研修で扱う課題例を公開しました。これは実際に研修で使用した課題と解説を公開したもので、こちらで研修の内容を確認していただいてから申し込みをしていただくことを想定していました。この時点で出ていた問題とは、研修のレベルと受講者のニーズのアンマッチです。アンケートでは、受講者の半数が想定よりレベルが高かったと回答しています。受講者の方ご自身にとっては、想定していたレベルより難しい研修で、しかも事前準備をしておかないとグループワークに参加できなくなってしまいます。また、他の受講者の方も、準備不足の方にグループワークにご参加いただけないと、せっかくの集合研修の意味が薄れてしまいます。こういった問題を少しでも解決するため、今回、セルフラーニング教材を作成いたしました。本研修で扱う課題例が担っていた課題紹介とレベルの周知という目的を、集合研修での課題回答プロセスを体験していただくことで、よりご理解いただける形となりました。来年度以降は、本研修の受講を検討されている方は、まず、このセルフラーニング教材をご視聴いただきます。ご自身のニーズと合致していることをご確認いただいた上で、本研修にお申し込みください。受講決定後は、これまで通り、事前に集合研修の課題に取り組んでいただき、研修本番のグループワークに臨んでください。それでは実際にご覧いただきます。セルフラーニング教材の URL、こちらに書いておりますけれども、後ほど改めてご紹介をさせていただきます。それでは布さん、よろしくお願いします。ではご紹介に預かりました、東京外国語大学の布と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、実際の画面を流しながらセルフラーニング教材についてご説明します。本教材はおよそ15分の動画形式となっています。矢崎先生からご紹介のあった目録システム書士作成研修についての説明を行うパートと、加賀さんからご説明のあったセルフラーニングのパートの2部構成になっています。今画面でご覧いただいているのが目録システム書士作成研修についての説明のパートです。ニーズのアンマッチを減らせるよう、研修の目的とレベルを簡潔にまとめています。動画形式という性質上、画面上の情報はすっきりとまとめ、ナレーションにより補足を加えています。今ちょっと音声を共有していないので、画面だけになってしまいますが、ご了承ください。余白のバランス等はミリ単位で調整をかけていますので、動画として流れても情報が見やすくなっていると思います。また、目録システムコーディングマニュアル CAT 2020対応版の背景色が緑色になったことを受け、CAT 2020以降を踏まえた研修であることが伝わるよう、緑色をキーカラーにしています。次に、セルフラーニングのパートをご覧いただきます。扱う課題は、これまで目録システム書士作成研修のホームページでご紹介していたものと同様ですが、今回の動画化にあたり、CAT 2020に伴う変更を踏まえた解説を追加しています。課題に使用する情報源は、こちらシークバー左側のリンクから別タブで表示できるようになっています。従来の PDF 形式の教材だと、情報源を見ながら問題文、解説を確認することが難しかったのですが、動画形式にしたことで、両方を比べながら使用できるようになりました。動画を一時停止したりしつつ、情報源を別タブで表示することで、ご自身のペースで取り組んでいただくことができると思います。また、課題の後には、
考えるにあたってのヒントを掲載しています。私自身、2018年にこの研修に参加していますが、研修で学び今も役立っていることの一つが、規則をもとに論理的に書式術を決めていく考え方の流れでした。もちろんこの後の解説でも規則に基づいた判断の流れを説明していますが、こうしたヒントをもとに例題を考えることで研修で学べることのイメージがつかめるのではないかと思います。また動画であることを活かして、ヒントの後にはこうした回答の時間も取り入れていますので、実際の研修と同じように課題に取り組んでいただけると嬉しいです。先ほどもお伝えした通り、現在動画の音声は共有できていないんですが、こういう回答タイムなどはところどころで BGM なんかも挟んでいますので、お時間のあるときにお聞きになってみてください。回答時間の後には、解説のパートがございます。実際の研修でもグループワークによる課題回答の後、ファシリテーターによる解説がありますので、当日の研修と同様の流れを再現しています。最後に、教材の最後の部分では本研修の受講のステップについてまとめています。本年度から今ご覧いただいている受講前のセルフラーニング教材だけでなく、研修受講後のフォローアップ研修についてもリニューアルしています。フォローアップ研修に関しては大阪市立大学の中村さんからご説明いただけますので、私からのご説明は以上となります。最後に今ご覧いただいているセルフラーニング教材がどこで見れるのかをご紹介しておこうと思います。目録、国立情報学研究所様の教育研修事業のホームページにリンクでアクセスしていただいて、目録システム作成研修というページの2020年度クリックしていただくと、こちらに今ご覧いただいた動画へのリンクがございますので、このフォーラムの後ぜひご覧になってみてください。では、私からは以上になります。